ったです。はい、ということでいよいよ私は中学3年生になります。めっちゃ急になんですけど、中学3年生ということで、明日はいよいよね、始業式があります。もうね、本当にめちゃめちゃ早かった。1年生2年生と、まあ、コロナ禍とかがあって自粛期間とかがあって学校に行けなかった部分とかもあったんですけど、でも、まあ、中学3年生勉強とかもいろいろ頑張っていきたいと思います。で、あとはやっぱりクラス替え、明日始業式でクラス発表があるんですけど、とても緊張しております。仲いい友達と一緒のクラスになれるか不安なんですけど、すごい私めっちゃ人見知りなんですね。で、すごい初対面の人とか結構うちの学年人数が多くて全然喋ったこともないっていう子も結構いるので、それで人見知りが発動しちゃってね、仲いい子とかがいないと本当に私結構やばいんで、まあ仲いい子がいなくてもクラスに馴染めるように頑張っていきたいと思います。はい、ということでちょっと前置きが長くなっちゃったんですけど、今回の動画は密着動画です。はい、ということで、まあ、明日始業式ということなので準備とかいろいろやっていきたいと思います。それでは、レッツゴー。はい、では早速学校の準備をしたいと思います。ではでは、まず、始業式なので教科書とかはいらないですね。こちらにね、予定表を書いてあるのでこれを見て準備します。今日は2年生だけ、3年生かもう私3年生だよ。うん、入学式の準備とかもろもろありました。はい、まず課題とかを入れます。これ以前紹介したと思うんですけど、このスクールバッグに入れますね。課題、なんか言う、そう、課題がね、もうめっちゃあったんですよ。めちゃめちゃあって、こんなたくさん、こんなあった、やばくね。ファイル、筆箱で、明日はいろいろ新しい教科書とかもらえるので、もう一個サブバッグとかも一応準備したいと思います。で、ちょっと紹介するまでもないと思うんですけど、靴を新しく買いました。じゃじゃーん、ナイキの靴です。めっちゃ可愛くないですか。はい、私の学校は靴が真っ白じゃないといけないんですけど、真っ白の中でね、一番これがおしゃれ、可愛いと思ったのでこれ買いました。そうで、なんで買えたかっていうと、もともとずっと中1から使ってて、2年間で足が大きくなっちゃったんですね、私で、入らなくて、だから履けなくなっちゃって新しく買いました。もうやばいよ、だって中学生最後だからね、最後の1年間だ。めっちゃドキドキします。まあ、今一番楽しみなのがクラス発表で、めちゃめちゃ緊張しています。すずちゃんとねなりたいんですけど、なんかなれない気がする。1年生の時もなれなかったし、2年生の時もなれなかったから、まあ最後のクラスはね、仲いい子とかなりたいなって思います。あと、なんか何組がいいとか、私6組がいいんですよ。で、なんで6組がいいかと言いますと、6組だけクラスがめっちゃ広いんですね。そこがめっちゃ広くて、6組だけが、だから6組がいいなって思いました。ただそれだけを話したかった。はい、もう準備できた、早できました。
もうちょっと喋りたいな。あ、そう、近々学力テストがあるんですね。3年生ってテストだらけになると思うんですね、多分。だから、特に頑張らないといけないですね。ゲームばっかできない。できないよ、これから。くそ最近あんまりやんないように頑張ってるんですけど、やっぱり暇があるとやっちゃいますね。だからその暇を勉強に変えられるようにマジで頑張りたいと思います。なんか今まで頑張ってないみたいな言い方だけど、そんなもうめっちゃ勉強に尽くすみたいな感じじゃなかったから、本当に今年こそは。ダメだよね、今年からとかさ、そういうのは。なんだけど、今から頑張るっていうのも大事だと思うから、今頑張るのを頑張りたいと思います。まあ、勉強頑張ったご褒美にゲームとかはありだと思うけど、ゲームはほどほどに頑張りたいと思います。ということでね、明日の準備いろいろできたのでお風呂入ります。バイバーイ。はい、ということで今お風呂に上がって髪の毛乾かしてアイロンして、今髪の毛が邪魔で結んでいます。では今からスキンケアをしたいと思います。春休みは結構家にいました。まあお仕事もあったんですけど、お仕事以外は基本は家にいました。結構家で過ごしてましたね。友達と遊んだのも3回ぐらいしか遊んでないかも。私すっごい本当に家が好きで、家でアニメ鑑賞したりゲームしたりしますね。っていう感じでスキンケア。私はおでこをやらないんですよ。すごい、私おでこに油分がすごいあるので、やると余計に荒れちゃうので、私はおでこはやらないです。最近はもうほとんどやってないです。あとだからおでこにも化粧とかしないし、下地とかも何も塗らないから、それやってからすっごい肌の治安が良くなりました。だから顔洗う時もなるべくおでこはあんまりしないんですよね。だからおでこで結構肌荒れちゃってる子とかはもう何もしないのが一番だと思います。ではこんな感じで終了しました。まあいよいよ明日クラス発表ということで、まあ不安な分もあるんですけど、明日に備えてもうね早く寝たいと思います。みんなも早く寝るんだよどんな時間帯に見てるかわかんないけど、良い子は寝ましょう。ということでもう寝たいと思います。朝の日向まで、またね。ではおやすみなさい。皆さんおはようございます。顔がやばいの、むくみすぎてやばいので隠させていただきます。マジで眠い。ちょっと今日遅めに起きちゃった。では今からいろいろ準備します。バイバイ。はい、ひーちゃん、はい、いよいよ今日から、そうですね、はい、ちょっと急に飛んでびっくりさせちゃったと思うんですけど、普通に顔洗って準備して髪の毛も結んでご飯食べたところです。で今着替えてます。楽しみ。楽しみよりなんか緊張する。あー、昨日言ってたのかもしれんけど、6組がいいんでしょう。6組、クラス広いから。うん、でもさ、思ったんだけど、今クラス広いと冬とか寒いんじゃないかな。あ、そう、夏はいいかもしれんけど、そうかもね。まあまあまあ、なんでもいいやって言ってると、また恒例の5組という可能性は高いよね。高いよね。それも慣れたね、縛るのそう、やっと覚えたのね、最初の頃は。マジでどうやるの、難しいんですよ、これ。普通の蝶々結びとかじゃなくて、このね、ここを綺麗に見せなきゃいけないから。あー、そうね。もう準備は完了ですので歯磨きをして、はい、じゃあ歯磨きをしてみてください。はい、はい、ということで学校に行く準備ができました。めっちゃ緊張する。頑張ってきます。行ってきます。いってらっしゃい。また帰ってきたらいろいろ教えてね。はい、はい。はい、今
ですね11時30分ぐらいなんで、日向がそろそろ帰ってくると思います。あ、来ましたね。おかえりー。うわー、いて。逆光だけ。暗い、うん、ちょっとこっちに移動しますか。はい、どうでしたか、クラスどうだった。組は、うん、何組だと思います。なんと3組でした。なんとも言えない、あの1年5組2年5組だったんですよ。今までずっと5組で、あ、今回も5組なのかなとかって思ってたら3組で、あ、3組、まあ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 、クラスの方はなんとすずちゃんとはなれませんでした。6クラスあるのでね、確率は低いですよね。なんですけど、めちゃめちゃね、結構仲いい子となれたので本当に嬉しいです。馴染めるように頑張ります。はい、あとね、今日はいろいろ新しい教科書とか、なんかいろいろプリントとか配られて課題とかもあるので、それをね、ちょっと今日は頑張って終わらせようと思います。先生は、あ、そうなんですよ、先生は関わったことない人だった、うん、新しく来た先生ではなくて、もともといる、もともといるんだけど、まあ、どんな先生っていうのはみんなに教えてもらったからわかるけど、ということで、これからまあ3年生になるということで、勉強とかいろいろ、あのお仕事の両立とか難しいと思うけど、勉強の方にも力を入れて、お仕事の方にも力を入れて、もっともっと頑張っていけたらいいなと思います。ということで、皆さんはいいクラスだったか悪いクラスだったか、悪いクラスって言ったらあれですけど、ぜひコメント欄で教えてください。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらこれ、チャンネル登録もよろしくお願いします。